あ、1週間こんばんは。1週間じゃないか、もっと先週休みましたからね。あ、ここからの中継はね、はい、高円寺からでも、ちょっと私喘息になっちゃったりして。あ、そうでした、そうでした、急遽ね、はい、そうでした、そうでした、はい、10日ぶりぐらいで、10日ぶりぐらいの、はい、レポティーレポティーでございます。北とトロアワーの時間です。北尾トロさんです。どうもこんばんは、猪木戸一郎さんです。久々にこうなんかオンタイムの、あ、そうですね、いつもの場所に戻ってきた感じで、なんか久しぶりな感じしますね。いや、3週ぶりぐらいらしいよ。そうだって、仙台行ったり、仙台があったから、いろいろしてましたからね。高円寺があって、仙台があって、確かそうなんです。で、人がいないんですよ、今日。今日最終ユニットです、これが、ね、4名でやってますからね。さっきライターの和田さんが来てたんですけど、はいはい、あの体調がいつものように悪く、スワマを置いて帰っていました。あのスワマは和田さんの差し入れに来てくれて、和田さん、あの元気になってください。和田さんなんかね、やっぱりこう、うん、結構あれ、メンタル的にね。そうですね、まあ大相撲なんか散々見に行ったみたいで、いいな。僕当たんなかったし、からなんか朝早く行くと、当日券が、ちょっとはいただける、いただけたみたいですけど、結構ガラガラだったみたいですよ。あ、そうなの。そう、あのなんかみんな転売目当てで買った人ような人が多くて、はい、実際は本当空席がいっぱいあったっていう。で、なんか千秋楽かな、海王、海王、はい、が白鵬に、勝った。そこがすごかったらしいですよ。会場がこう地鳴りのようなね、うおーってね、そう、勝つんだってね。そう、まあ、海洋ファン多いですからね。そう、そうですよ、そうです。で、よもやみたいな感じでね、はい、まあそんなことはいいんですよ。はいはい、そんなことはいいですね。そんなことをね、言っててもあれですけど、今週はどんな感じですか。あの、やってるか、久々にこのスタイルだと、はい、トロさんは先週、あ、なんかあれだね、ツイッター見てると、いろんなとこまたさらに行ってったでしょ。さらに行きましたね。だって犬山行ったし、その前に高遠行きました。高遠、うん、ですよね。高遠にはですね、あの、なんとまたこれ日帰りですから、きつかったなぁ、はいはい、ミーティングですよね。ミーティングです、はい、あのこれはね、高遠に行ってもう、4年目になるんですけど、初めてその高遠でいろんな活動をしている人とか、それから学校の先生、うん、まあもちろん役場の人、うん、商工会、そういう、なんていうんですか、高遠のいろんな組織の人が一堂に会し、はい、結構40人ぐらいいたかな。なんか新聞出たやつ、新聞で、なんか地元、長野日報に知らない間に映り込んでたっていうか、まあ、そう、一応で記事が間違いだらけだったっていう、あのね、長野日報しっかりしろっていう、ね、いやひどい記事を書かれたんですけど、はい、間違いだらけのね。あ、そうなんですか。まあそういうこう集会というかあってですね、はい、今年はどうしましょうと、うんうん、で皆さんと一緒に、そのこれ去年までは高遠ブックフェスティバルっていうのをこう、まあ、夏の終わりの頃に、はい、やったんですが、はい、今年はもうブックフェスティバルはやりたくないんですという話を僕らしまして、うん、ブックフェスティバルはもうやりました、ね、うん、僕ら側からのプレゼンテーション、つまり本の街、はいはいはい、プロジェクトとしての、うん、プレゼンテーションはもう2回やったんで、見てもらえたと思うんで、うん、今年やるとしたら、みんなと一緒に、町の人と一緒に、やらないと意味がないというか、僕らのモチベーションにもね。なるほどね。僕らフェスティバルやるために高遠に来てるわけじゃないんで、うん、町づくりをしたいんで、うん、で、まあ、一緒にやら、誰もやらないんだったら、もうさようならみたいなつもりで行ったんですよ、実は。あ、僕はね、こう、中央高速を走りながら今日にかけると思って、はい、行って、ガッと急になんかあのマイクパフォーマンスみたいな感じですね、あの喋りましてですね、そういうこと、どうでしょう皆さんみたいなことを喋って、そしたらば、あの、まあまあ、それはやりましょうよっていう流れにこう、まあ、うまく、あの、その役場の人がね、温度を取ってくれたんですけども、あれですよね、うん、あの、ブックフェスっていう、うん、感じのね、はい、ことについてのアプローチで、はい、北尾トロさんの、はい、北尾トロさんの考え方みたいなのね、ええ、僕の見方よ、はい、僕の見方は、はい、だから、まあ、例えば一箱古本市みたいに、はい、こう割とこうその都度こう、まあ、集まって、うん、フリマのような感じで盛り上がり、うん、っていうのも、まあ、今はもういろんなところであの新しくどんどんやったことないとこ町でもやるようになったりして、うんうん、あ、すごくいいじゃないですか、広がって、ね、それはいいんだけど、はい、トロさんは割ともうちょっと
違う、なんとか町全体にこ う本の町を絡みたい作るっていうのが目標なので、うん、日本にね、うん、なので、ブックイベントをこうやりたいわけではないんです、うん、ただ本の町を作るのに口で言ってもわからないじゃない、伝わらないからそれを絵としてというか形として、瞬間的にこうそれを出現させるとこうなりますよと、うんいうのを、まあ、去年一昨年とこう、まあ、やったつもりなんですよ、うん、なるほど、ええ、それだからプレゼンテーションなんですよ、うん、こういうことを僕たちはやりたいので、これが日常になったらいいと思いませんかという、ねまあ、提案を、まあはいええ、したつもりなんですよ、うん、じゃあ割とあれですかその高戸の町の方が前に出る感じで、はいうん、こうだから新しい組織を、うんまあ、あの高戸、なんとかね町づくりネットワークっていう仮称みたいなね、まあよくあるやつですけど、はい、それをまあ一つ立ち上げて、うん、そこに歴史研究会の人もいれば、うん学校の人もいれば、うん子どものなんか施設の人も入ってで僕らも入って、はいでそこで、今年の場合ですと9月10月の2ヶ月間毎週末、うんまあ、いろんなことを高戸を PR するいろんな催しをやっていくと、うんうん、でその中で本に関係することを、まあ、せっかくここまで本で PR してきたので本に関することについては僕らが全面的にやるし、うん、どうしてもそれが観光誘致というかな、うん、そういうものの柱になると思うのでそこについては僕ら、全面的に頑張りますと、うん、だけどこの野菜売ったりねそういうことは僕らできないんで、うん、それは野菜を作ってる人がやってくれと、うん、でそれぞれ分担してやろうよっていう、まあ、お話だったんですけど、うん、それをこう、まあ、会議みたいな感じでやってまた夜中ガーッとね走ってきて、はい、俺はやったみたいな感じでガーッと盛り上がりながら帰ってきて、はいでそれで週末犬山に犬山行ったねブックマーク犬山ブックマーク犬山どうでしたこれはね犬山城が素晴らしかったです、はい、もう他あんまり語りたくないなああそう扱ったイベントやったんですよねあのトークイベント、レポの2号で、僕記事を書いた、考慮死亡人まあ行き倒れと言っていいよ、まあ、身元不明死亡に、ね、行くに旅にそうです死亡はし亡くなる死亡ですよね、そうです、はい四十八手版をですね、はい、まあレポの本誌では36形ということで、はい、あ第3号であ第2号でやったんですけど行き倒れ38、とても入りきれなくて、それのバーこう、ね、フルバージョン版というか四十八手版をですね、まあやりました、はいでそれ以外に一箱フルオンイチとかもやってて、なんだけどこうあんまり人がいなくてさあそうなの、うん、町がやっぱり犬山市ってちゃんとした町なんでね犬山は割と大きいですよ、大きいでしょ、はい、だからその広高戸ちっちゃいんでちょっと人がいりゃおいるなって感じなんですけどあそパラパラっといるようにどうしても見えちゃうんですよでまあそういう一泊風呂一をやったりとかしてて、うん、で僕はやっぱり犬山城を見たかったんで天守に上がりたかったんで犬山城のことはかねて言ってたね、ええ、あのねどうなの犬山城犬山城はいいっすさすがだとはいあのねのずみ城好きなんですか最近にわかにねあそうなんですかもともと嫌いじゃないんですけど、はい、この前松本城に行ったばっかりなんですよ松本城に上がって、まあ、名城ですね、どっちもね松本城はすごいなぁ松本城は、多分17世紀ぐらいに作られてるのかなはい、うん、あそうなんですか、うん、ちょっと定かでないです、はい、犬山城の方が古いってことです、うんはいうん、そうで犬山城は誰が住んでたの犬山城はね、初期はね、うん犬山さんいや、犬山さんじゃないですで秀吉みたいな、秀吉軍がそこにいて、うん家康軍と戦った何とかの戦いっていうのもあるんですよものすごく多分突っ込まれてるかもしれません犬山の人にね申し訳ないですねその後成瀬っていう城主になってそれが代々続いて今も成瀬さんっていう人がいらっしゃるんですへまあそういうところなんですけど、はい、古いんで、うん、1500何十年とかにできた城なんで、はい、この岩っていうかこう石積みするじゃないですかあの城壁というか、そこは石垣ね、はい、石垣がこうのずみなんですよのずみのずみっていう積み方ですね、はいのずみぴっちりしてないくてこう四角とかじゃなくてだけどゴロンゴロンをこう適当にこうやったように見える
まあ、素朴な、形、はい、松本城になるともう切って、はいはい、でっかいのをね、こうやって、はい、あのすごい洗練されてくるわけですけど、うん、その前の望みがいい、望みがいいんです、望みがいいんだ、好きなんです、はいはい、俺天使に上がって、はい、いやまあとにかく一つ犬山に来てよかったなということでですね、まあしかもそれが日帰りですよ、また最初泊まる予定、泊まる予定でいたんですけど、まあいろいろあってですね、はい、一人で行くことになったので、まあ近いんですね、名古屋から30分ぐらいです、まあまあ、そうそう、まあ新幹線、そうですよ、新幹線使えばね、それであのまあ帰ってきたという感じの、移動ばっかりしてたっていうことです。移動はどうなの？だからさ、移動はどうなの？移動は使え、なんかね、移動って何やってんの？寝てんの？新幹線はね、本読みますね、僕。はい。そうしてるうちに眠くなる。僕移動とかあるともう、うん、かなり本ものすごい準備してるんですよ。横田さんいつも読んでますね、読んでます。ちゃんと、はい、割と単行本を読んでます、ね。単行本読んでます。俺は文庫本ですけど、はい、で、寝る？読んでて寝るのが幸せ。そうだ、そうだね。もうダメみたいな感じ。そうそうそう。俺結構寝ちゃうなすぐ。はい。うん。でもこう今回はその名古屋なんで、うん、ちょっと寝過ごしたらやばいなと思って。僕ね、コンテンツを用意するんですよ。だから車の時は、音楽？音、なんか、あの、番組撮っといたりして。おう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 。なんか聞くために聞くために、うん、僕調子のいい時はうん、NHK FM の FM シアターってラジオドラマあるんですけど、あれ撮っといたりしますよ、ドライブのために、へえ、一人の時はね、ほうほう、もうなんか要するにものすごい準備して、ここのサービスエリア過ぎたら始めるぞみたいな感じが、いやそうでもないですけど、うん、なんかこうこれ番組このドラマ終わったら飯食おうかなとかみたいなって雑なんだけど、はいはい、だけどずっと乗ってる間にね、うん、なんかあのたまたまチューニングした番組が当たりだったらいいですけど、まあ何もないと ね、何もないと、そういう本当に眠くなっちゃいますからね、なんか割とそういうのを考え、もっともっと準備したり考えたりするの好き、ああ俺は苦手だな、あそうですか、なんかそれもその準備も楽しいっていうか、そう荷造りとかも含めてそういうのが楽しい一派なんですよ、そういうあと時間割りこうなんか一応スケジューリング、だいたい朝何時に起きてとかさ、こうなんか乗り換え表とか、なんか乗り換え案内とかで表を一応作ったりして、でもね、ものすごいその時一番楽しい、週末そういう動きがあるみたいなのがすっごい楽しいです。俺とはまた真逆ですね。あ、そうですか。俺はだいたい朝起きてから荷造りしますから、ああ、はい、パパッと、はい、パパッとね、はい、そしてそこで電車を確認して、うん、それでそのなんか東京駅9時半とかそこだけ覚えて、うん、でもその何時に出発するかって目処があるんだけど、往々にしてこうそれを過ぎちゃいますよね、家を出るのは。もうやばいぐらいになってやっとこう忘れ物してたりして、ね、うん、忘れ物するね、するやん、忘れするやんそれでもこうガー必死にこう行ってもう、うん、でも近いのにタクシー捕まえたりしてね、うん、しょうがないから、うん、ガーッとかって、もうだから始発の東京駅着いた時かなりもう消耗した状態で入るみたいな、うん、あれがいつも良くないと思うんですよ、それは反省点ですかね、もうこの1週間の、はい、あのね、はい、僕あのこの先週喘息で風邪ひが、うん、まあ扁桃腺が腫れて喘息の発作が出たりしてたんですけど、まああの息をあんまり使わないでうちで静かにしてれば本読んでたりすれば、あの別にそんなに息を大きく使わない、うん、まあ、あれトイレ行くのさえ結構息使うので、なるほど、あんまり動かない方がいいわけね、はい、だからまああの本当に日常生活っていうか、うちの中をじっとして、うん、ほとんどじっとしてるみたいな生活で、ね、まあ、本読んでたんですけど、うん、あの佐野真一さんがさ、うん、書いた、うん、あの宮本丈一の本とか読んでたんですよね、はいはい、宮本丈一とあのほら最初にあの文春で連載やってたやつ、あの渋沢 H? H じゃない、慶三、渋沢慶三ってあ慶三か民族学者、そうそうそう、H の孫ですね、はいはいはい、の話なんか出てくるやつで、うん、まあ、渋沢慶三っていうのは渋沢、まあ財閥では本当はないんだけど、そうだ、ね、まあ、あの渋沢家のすごい重圧の中で、ええ、あの生きて
生きなきゃなんなくて、日銀の総裁だとか、うん、まあ、大蔵大臣やらされたりだとか、うん、そういうねことにもなんなきゃなんないかったんだけど、心はもう民族学が大好きな人で、だから自分家のあのにあのなんか研究所作ってさ、うん、宮本丈一をあの居候、うん、させたり、そういう、まあ、すごく自分のやりたいことを宮本さんにやってもら、ね、うみたいな ね、まあ、そんな人なんだけど、あの彼自身も日本のいろんなとこに、うん、あのまあ、取材というか、はいはい、あのフィールドワークに出かけるんだけど、うん、それの下りの中でね、うん、すごく僕はなんか分かるなとも言えるし、うん、そこはまたすごい壮絶だなと思ったね、うん、とこがあって、うん、あれ東京駅だったと思うんですけど、うん、であのなんかね、姪子かなんかにカバン持ちさせて、うん、駅まで、まあ、あのまあ一応偉い人ですからね、はい、あのカバン持ちで見送りに来るっていう、うん、でいやあの人はあのすごいお金があるっていうかさ、うん、すごいものすごい、そうそう、ものすごいお金持ちなのに、うん、基本的に夜行で行く夜行で行く、まあ、あのなるべくお金や、うん、だから時間的な負担ですね、うん、一晩で朝から動けるし、はいはい、夜動くというさ、うん、いうようなことをしてたらしいんですよ、うん、かなりだからもう結構いい年して、うん、それで、まあ、今とは時代の状況が違うんで、あの移動なんかがさ、あの今より楽ではないわけだけど、そうですね、だけど、うん、基本的に夜行で動いて、うん、でいろんなあの離島に行ったり、はい、あのいろんな奥地に行ったりして、うん、それでまた東京戻ってきて、またあのなんかあの日銀総裁みたいな仕事をやってウィークではするっていうさ、そういう生活だったんだけど、あのそのね、姪子さんがあの佐野真一に証言してるんです、はい、コメントしてるんですけど、うん、東京駅から電車が出るときに、駐車室がガラガラ窓を開けて、ざまあみろって言ったって。ざまあ動き出し、電車が動き出したときに、列車が動き出したときに、ざまあみろって言ったっていうさ。本当の自分に戻るみたいな。戻るみたいなことだと思うし、そういうことですね、彼はだから渋沢家に生まれちゃったせいで、うんうん、その普段日銀総裁みたいなことするとか、なんかしたくもないことしたくもないことをやんなきゃなんなかったんで、それはその重圧は受けなきゃなんない。うん、それはしょうがない、まあ、責任感としてやらないと思ってたろうしさ、うん、あれだと思うんだけど、だからその電車動き出したりさもう僕なんかで言うとなんか、うん、サッカーだとか野球だとかいろんなものの取材に行くときに、東京から電車が動き出すとか夜行バスがこう動き出したときにざまあみろみたいな感覚って、でも分かんないじゃない、分かんなくはないけどね、ないじゃない、ないけどね、でもただ重みというか凄みが違うけどね、うん、その、うん、渋沢敬三さんが言った感じとさ、まあそれはそうですね、でもなんかでも嬉しいじゃない、うん、東京とか自分がいつもベタっと張り付いて暮らしてる町、うんうん、を離れる、離れ出した時、うん、そうですね、離れ出した時もう戻れないみたいな、戻れないし浮遊感があるようなさそう、ね、感じ、うん、なんか、ね、僕はその後いろんな人捕まえ、そこちょっとその下りざまあみろって言ったんだ渋沢敬三はと思ってさ、うん、へーと思ったりして、いろんな人に、うん、あんたさってあんたはあの日本中のいろんな試合にアウェーの試合でも、うん、あの見に行くだろ、うん、で東京離れる時ざまあみろって思うっていうさ、うん、いろんな人に聞いて、うん、割と思いますねっていう人がいたり、あそうですか、うん、だからあのいやそこまではっていう人がいたり、うん、あとなんか僕好きだったのは小笠原に行くと、小笠原署に行く時はもう船一つしかないんで、1週間ですからね、行ったらもう、あのどうにもならなくなるので、ざまみろって思いますねっていう人がいたり、そうですね、はい、まあ、今だとあの携帯通じないエリアというかに入った時にちょっとあるね、ざまみろ、ある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 、誰ももう俺にはっていうのはありますね、あ、これちょっと困ったなもあるけど、同時に自分も困るんですよね、自分も困るけど相手も困るわけで、うん、もう俺は誰も捕まらないなっていう、うん、ちょっとありますね、あの僕この番組やるようになって、はい、北お父さんとしょっちゅう会うようになって、はいはいはい、あの一つはだからあの東日本大震災があったせいもあるかもしれないんだけど、うん、北おとろさんって人はやたらとどっか出かけてるっていうさことに直面してるわけですよ、この人大丈夫かっていうか、もう結構クタクタだぞと思って、クタクタですね割とそれもともとそうなんですか、かね、例えば去年もそうなの、去年もこうだったの、去年もこうでしたよ、去年はね、あの去年ここ数年は、はい、例えば高遠っていうのがあるわけですよ、あ
それが、まあ、今年なんかはちょっとお店をね、はい、あの今年に入ってからお休みしている状態なのであれですけど、去年までは最低月1はまず高遠に行って、その泊まりで行ってたんで、そうするとそれはまあプライベートというか仕事とプライベートの中間ぐらいの感じの移動ですよね。それプラスまあなんだか仕事の出張が入ったりするとバタバタとなると、そういうのってなんかこう重なるんだよね、日程的っていう、なんかこうキュッとこう、はい、でこう、ある日移動で、次の日オフで、次の日移動の時にこのオフのところにひょっとこうなんかちょっと松本に行かないみたいなのが来ると、俺ノータイムで受けるんだよ、うん、空いてます受けた後で悔やむタイプなんで、はい、空いてる、はい、そう、旅戻った旅、うん、戻ってすぐなんかだからこうプールでこう泳いで壁にタッチしてまたバーン、そういうやつですよね。そういうのが俺多分嫌いじゃないんじゃない、好きなん、割と好きなんだと思いますよ、うん、きつい旅だぜお前にわかるかいそうそうそう、 A ちゃんな感じですか。いや A ちゃんじゃないです、 A ちゃんじゃない、 A ちゃんじゃないですけど、はい、嫌いじゃないですよ、トラベリンバスな感じ、まあちょっとね、はい、嫌いじゃないですけど、はい、ただこの体力がね、体力はねないですから、あんまり、はいはい、そこでどうしてもこうしわ寄せが来てですね、うん、あのでも僕ね熱出さないんですよ、めったに。僕ヘロヘロのまま、うん、なんとかかんとかまた次のところへ行って、なんか眠いなとか言いながらもこう寝込まないんで、うんうん、ばったり行きゃいいんだけどさ、寝込まないんでこうまずい状態のままこうダラダラやって、そのちょっと待ってください、その時は、はい、最優先プライオリティ最優先事項は何になってますか、はい、現場に行くことですね、行くことになってますか、ます、僕はね、ええ、そのそういう生活が割となんかなんかこう、うん、まあ、出張だったり取材だったり、うん、いろんなのが続いたりしてヘロヘロになってくるんでしょ、うんうん、ヘロヘロになってくると最優先事項は原稿を締め切り守るなんですよ、偉いですね、でそこそこ動かさん、ああだあの出演ものに関しては、ええ、まあ、ラジオとか言ってもね、ええええ、あの相当ヘロヘロになってても、うん、あるいは、眠くても、僕はだから原稿で仕上げるのに、うん、充実させるために徹夜しなきゃあんないことになるじゃないですか、はいはいはい、で翌日の週なんか番組とかそういうのは徹夜で行ってヘロヘロであってもまあ行っちまえば行っちまえば寝ないだろうと、うん、番組中に、はいはいはい、寝にくいからさ、なんかどんどん話しかけられちゃうし、そうですね、だからそこのコンディションは相当低くていい、そうですねっていうね、うんうん、優先順位低いね、それかなりものすごい低いはい、はいな、あの一番コンディションのいい状態というかのなんかをが、うん、短い時間しか作れないんだとしたら原稿書くとこに全部集約して、うん、持ってくるみたいな感じですね。それはね、はい、素晴らしいライターさんですよ。いや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 。だしんどい、まあ、体しんどい時に原稿書くのしんどいじゃないですか、ええ。そこですよ。そこですね。そこです。まあ例えば今晩ですよ。ね。はい、今晩僕は、はい。これからこれからレポ TV が終わって皆さんと楽しく喋って、皆さんと食べて楽しく喋って、その後一人でここに残るつもりでいるんです、はい、原稿があるからですね、はい、そして、それを終わらせてまあ帰れれば朝方の電車で、まあ、始発電車ぐらいで家に帰れればまあいいかなっていうのをこう、はいはい、うん、何枚ぐらいですか、まあ15枚ぐらいですかね、15枚、まあ割と骨ですね始発までにほうじゃいかないんですよ、うん、ね、はい、そういうのがあって、でももう今日エネルギー結構使ってますから、もうそうですよ、だいぶ減ってます、だいぶ減った状態なんだけど、はい、一方でちょっと仮眠もしました、あ、ね、こういうところでまあなんとかなるかなぐらいの今気持ちでいるんですけど、だから僕がその状態だとしましょう、はい、今まずこの番組やんなきゃなんないでしょ、で終わってから皆さん、みんなのお疲れ様でしたって送り出して書くわけでしょ、ここの番組はものすごいセーブします、あ、もうそこを睨んで、あのどこをピークに持っていくかっていう、そうです、ここはピークじゃないように自分に言い聞かせて
あの来たやつピンポンみたいな、こう打ち返すだけにみたいな感じでカッコカッコみたいなことポンみたいな攻めないできたらショートハンドみたいな、なんかなんかそういう、なるほど、そういう感じで、ね、ここはなるべく温存するように、します。これはね、別物じゃないですか。でも原稿書くのと喋ったりこうするし、別物だとしてもでもこう楽しいじゃん。また終わってからの小一時間がまた何とも言えずこう楽しいじゃないですか。まあね、はい、こう最後のこの自由な自由時間よみたいな休み時間、ああその感じは分かりますね。みんなが帰ったらもうしょうがないじゃないですか、はい、多分俺でもそこから寝ると思うんですけど、ね、あ俺はね本当に助走が長いんですよ。あ、助走っていうかそうですね、テイクオフまでの時間は、キャリアが伸びるに従って長くなってます。長くなってます。滑走路長い長い。滑走路長いですよね。なんか20キロぐらいありますよね今ね。いつまでもね。これ高速道路なんじゃないかなってこうさ。これさーってさ。本当にな。貴重でこんなのつけながらさ。これは皆さん若いライターの方見てたらね言っときたい。はい。僕らもね、かつてはこうじゃなかった。うんうん。瞬間に沸かしきみたいな、僕結構そうだったですよ、はいはいはい、取材から帰ってきて即書くみたいな、はいはいはい、早く楽になろうみたいな感じで記憶も鮮明じゃないですか、うん、これだんだんちょっと寝かすと面白いなみたいなのが分かってきたりして、はい、寝かすとそうなんだ、面白い、面白いでしょ、まあ、面白い部分が自分で分かってくるんで、そう一回自分家帰ってきて、うん、その取材してきたことを冷蔵庫に入れとくみたいなそうです。でしばらくして冷蔵庫から出すと前より面白くなってたり、そう味が良くなってたりするでしょ、ね、カレーライスみたいな。でもその時期も過ぎるとなんかこうダメ、なんかね、うん、ダメなんだよ。すごく僕それはなんか嫌ですね自分で。冷蔵庫でしばらくして冷蔵庫開けるとなんか違うそう飲むヨーグルトかなんか出しちゃったりしてさそうなんだよ飲むヨーグルトごくごく飲んだりしてまた飲むヨーグルトしまったりしてせっかく取材して入れといたやつがねそうなんです、どんどん奥まっていくようなことになったりね。全くそうなんですよ、はい、でもこうちょっと頭の片隅にあって、はい、まあこう書き出しはこうかなとかこうぼちぼちここにあるんですけどね、うんうん、でこれ書き出せば15枚書き出せば俺がノリノリの状態になれば、うんうん、そう早いぞというのもその俺という宗教があるわけですよ。俺を信じる気持ちはやっぱ、ね、俺を信じる気持ちが体内時計すごい狂ってるんだけど、そうです、そうです。かつての絶好調の俺ならば、うんうん、まあ例えば5時間あれば俺のことだからって思ってるわけですよねそうそうそう、俺が俺の状態であれば、はい、まあ5時間で型がつく、うんものだと。そのね、いや僕もだからかなりキワキワのタイトなスケジュールとかでも、ええ、最後切羽詰まった時の、うん、俺を信じなきゃもう、その時に俺がのなちょっとしばらくお会いしてない、うん、はぐれている俺が出てきてくれるはずで、はいはい、それはかなりタイトなとこ、うん、渡りきるじゃないですか、ええ、割と今まで渡りきってきたわけだから、うん、それが当てにならなかった時って、ね、ある日じっと手を見ると思うんですよね。俺昨日の夜中、俺が来ましたよ。来ました？来ましたよ。北尾トロに会いましたか？あった、あった。どんな人だった？驚いた。北尾トロどんな人だった？昨日はね、1時頃にもう寝ようと思ったんですよ。うん、さあ、だからちょっと状況まず順番で言うと、まあ、締め切りがありました。締め切りがありました。はい、締め切りがあって、うん、これあのまあ千字ぐらいの短いものです。千字。ええ、まあ千字に北尾トロを呼び寄せる必要はって思うんですけどね、まあ、でもまあでも昨日必ず出さなければいけなかった、はい、で僕は、催促があって、うん、今晩必ずやりますと言って夜中の1時です。1時寝ようと思った俺はまず寝ようと思った、うん、ええ、まさかもう待ってないよと、はいはい、うん、だから朝来た時にあればまあ今晩中ってことだからいいやと思って、うん、寝ようと思ってちょっとテレビをつけたら、うん、NBA が僕好きなんです、バスケ NBA、はい、やっ始まったんですよ、それが、はい、NBA が始まった、ブルズ対ヒートが、もうなんかすごく散漫になりかねない状況ですね、この時点で3時まで起きてることはもう確定したわけですね、はいはいはい、眠気も吹っ飛び、はい、こっからですよ、助走はね、はいはい、この2時間を集中して見るのもいいが、うん、それはちょっとこう悪いなって気持ちもあるんで、うん、できればこう、これ、戦時で、戦時
ね、誰に言い聞かせてんだか。テレビ見ながら誰に言い聞かせてんだか。テレビ見ながらのながら仕事でもまあまあ線だからね。線だからざっくり線で3時から30分でこうまあまとめて整地して整地してということでこれできるんじゃないのと思ったわけです。それで上からノートパソコン持ってきてですね、ちゃんとテレビを見ながらそしてここにノートパソコンという状態で1時もかけずに3時ですよ。まあ分かってましたよ僕も。こうなるだろうということは分かってました。何杯もコーヒー飲んだね。コーヒー飲んだりちょっと柿の種とか食べたりしながらもで3時で終わっちゃいましたね。試合が終わった、はい、ここで、ね、また寝るかってとこですよね、うん、でももうちょっとそれもなーって、うんうん、興奮してるわけですよ。いい試合です、いい試合だった、はい、やろうと思って。でもなんかもう全然集中できなくてあっという間に、まあ、3時半ぐらいになったんですけど、うん、そこに俺がねダー来てねお前やれって来てね、来た。そう30分ぐらいで書きました。で偉くないんだけどね、全然偉くないんだけど全然偉い話で、ね、来たんですね。来たことが、ね、おお来たよって来た、うん、書いてから寝ろよって来たんですよ、はいはい、うん、ああ、うん、はい、で戦時って割と、まあ、じゃあもちろん面白くっていうのはいろいろあるんですけど書くだけだったら、うんうん、まあまあこうガーッといけるんで、うんうん、ガーッと書いてそれでチラチラッと見るとまあ大丈夫かなっていう、はい、俺が来たしまあ、うん、なんか勢いはあるなと思って、はい、それで送信しましたんですけどね、うん、それでまあ一応あの無事仕事として終わったんですけど久々に俺を感じましたよ。ぐわっ、ぐわっ、なんかね早かった早かったっていうかねぐぐぐってねこうあの集中がぐぐぐって、うん、分かるじゃんそれ自分で、ぐぐ、あここまで待った甲斐があったなっていうようなこう、うん、この30分のために俺はここ数日間だからさあの、まあ、さっきから言ってるこう飛行機のテイクオフだとか、うん、そういう感じじゃないさ例えで言うと、うんうん、ロープの反動に似てますよね。もうこれ以上なんとかこうさリングこの先はもうリングから落ちるぞっていうところに、はいはい、ボインヤヤヤヤンっていうさ、はい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 、こうなんかこうリングロープがこう張ってあって、うん、そのもうキワキワのとこで試合終わったわけでしょ、うん、ブイーンヤヤヤヤンってこう反動を利用してピューみたいな。もう反動さあそこ行けば反動があるんだから。あそうですね。でもあれ気持ちよかったな昨日の戦時。あそうですか、うん、だってもうそういうなんていうのつまりこう言葉を語っていくとか綺麗にこう整地しつつ前に前進していくみたいなこと、うん、見直しながら見直しながら行くんじゃなくて、うん、ガガガガガッとこう思いついたことを書いていくっていう戦時ですよね。まあちょっと6戦時無理ですけど戦時ぐらいだったらなんとかなるんですよ。ガーッといってグッグッグーがあってそしたらもうバーンですよ。送信ボタンバーンバーン知ったこっちゃねえよみたいなこうちょっと興奮してますから、うん、僕ね、うん、あのね旅先だったらノート、うんうん、それからあとパソコンだったら、はい、もうなんていうかメモってとこあるじゃん、うん、メモありますね。あれって、字数気にしないで書く、はあ、その手ですかっていうのが、好きなんですか。割とちょっと最近凝ってて、うん、後で整地して直せばいいんですよ、そうです字数なんて。そうですそうですで、そうですそうです。それやるとちっちゃくなるからね。そうそう、もう字数全然気にしない。僕ものすごい多い原稿、割とだからレポに来る原稿もそういう原稿が多くて編集はね平勝さんやトロさん困ってたりするかもしれないんだけど、毎回違うと、まあ、僕はちゃんと字数ちゃんと整えてますけど、割とね字数気にしないでどんどん書きたいことを書いていくっていう、いや、いいですよね。あれは気持ちいいですよね。僕ねその折衷案としてね、はい、字詰め気にしない、字詰め気にしない、ええ、あ、はい、
つまりこう普通は18時かける50秒とか指定があるわけ。一番下に点が来るべきか来ないべきかとか、そんなことで普段カッコがこう、こっちとこっちじゃどうとか、こっちで1時だけで終わったらカッコ悪いなとかいうのつい考えちゃうんですけど、だからそういうのじゃなくてもうダラーっと書くようなこう設定にしといて、とにかく書くと、それで総文字数みたいなところだけを当てにして、なるほどなるほど、それでやっていくと、まあ大体のところで出るじゃないですか、それでまあ一応火災まで行ったところで、このこうきちっとこういうね、何時かける何時にやってみたら、はみ出したり食べなかったりするみたいな方のも結構好きですね、最近多用してますよ僕それ。なるほどね、しかし僕たちすごくライターにしか分かんない話をしてるかもしれませんねそれでこんな企画があるんですよね。そうです、はい、フリーライター募集、公開ライター売り込みナイト、はい、今月6月17日、まあ、来月中旬、金曜日、東京のカルチャーカルチャー、これはお台場のニフティがやってる、イベントスペースみたいなところですね、青海か東京テレポート駅から、ゆりかもめなら青海、臨海線なら東京テレポート駅、はい、ゼップ東京のその上になるんですけど、なるほど、そこでですね、チケット有料ですね、前売り1500円、当日2000円、そうですね、飲食代別途、そうです、まあ、こういうちょっと柄にもなく、これどういうお台場に、まあこんな感じなんですけど、これはですね、どうかな、あ、大丈夫です、カルチャーカルチャー、通称カルカル、カルカルさんからですね、なんかやりません、ここにもあるからね、あ、はい、そうですね、なんかやりませんかみたいな、話が来ましてですね、はい、でライター、がテーマで何かやりませんかみたいな話が来たんですよ、はい、それでまあライターがテーマってもなんか嫌だなと思って、ライター講座じゃないけどなんか そういうのをやりませんかみたいな、来たんですよ、はい、それでちょっとそれはかったるいっていうか、あのかったるいまあまあ柄にもないなと思って、はい、教えることもないし、でちょっとまあ会って相談しませんかということで、こちら来ていただく、プロデューサーの方に来ていただいて、はい、相談した結果、向こうはまあライターみたいなことでなんかやってみたいと、普段やらないしやってみたいで、俺は、いやライターで一番僕が欲しいのはやっぱレポにこのフレッシュなライターさんが参加してくれるのが、欲しいということで、じゃ あのレポでそのライター募集みたいなことを、公開でやればいいんじゃないみたいな、もう非常にこう安易な感じで、たちまち決まってしまって、それを有料イベントで、だからまあそう有料では、つまり売り込みに来るライターさんもいれば、一般それを見に来る編集者もいれば、まあ、あと一般の方もいる、まあ、一般の方もいるっていう、だ有料っていうのはちょっと本当申し訳ないんですけど、はい、まあこのカルカルの多分こうルールっていうか、なんだと思います、この辺の料金設定とかは。だから具体的に僕この日開けといてっていう、はい、僕は総さんから言われてますけど、開けてありますけど、はい、何やんのこれはですね、まあレポで自分も書きたいなっていう人にエントリーしてもらうわけです、若手エントリー、はい、まあ、だから、申し込んで、申し込みが、僕はここにレポで何か書きたいから企画出しますよ、レポのウェブサイトかなんかにエントリー、いや、エントリーシートがね、このカルカルのカルカルの方に申し込む、はい、そうです、はい、そして、そうすまあ、例えばじゃあ僕は大相撲っていうテーマで何かやりたいです、でそれをその当日1人5分間の持ち時間でプレゼンしていただく、こういう僕のやろうと思ってる企画はこういうふうに面白いんですよ、そう、はい、それを僕や榎戸さんや大津畑さんに、レポの執筆者ですね、あ、編集者ですらないですね本当だそうですね、ええ、そうですね、まあ、まあ、あなたは一応最近編集者編集人、まあでもそういう、はい、僕らだから僕らに対してプレゼンするとともに、それだけじゃ、なんでその会場に来てるお客さんや、その他のまあ雑誌の編集者とかに、まあ問うと、この企画ですかっていう企画でございます。トロさんね、はい、この企画の弱点を言いましょうか。ありますか。
その人たち頼みだってことです。イベントとしての面白さが。そうなんだよね。来るのかって問題。まず来るのか。そう、来るのか。そして面白いのか。わからないですね。わからない。ものすごい、まあつまりまず来なかったら成立しないですね。すごい、ね、俺たちは困りますね。ピンチですよ。だから全部もうものすごい面白くなかったらコメントのしようがないみたいな。ピンチですよ。そうですね。はい、まあ、そこのところはあまり深く考えてないんですけど考えてませんか。考えてないですね。それはいざとなったら北を取ろうが来ると思ってるからですか。いやいや来ません。来ませんか。来ません。そこには来ないですか。来ないです。来ないです。そこには来ないんですか。うん、困ったな。それその話困ったな。いや困ったな。いやなんか僕今こう心の中でこう例えば、まあ、でもあれでしょう、一人や二人みたいな。まあそうなんですけど、あとあのえのきどとおつはた呼んどけばなんとかなると思ってるでしょ。特におつはたね。おつはたはいい。おつはたはすごい。もうとにかく高円寺でね、おつはた力にはそうですよ、我々は浸透しましたから。もう本ね、あの本も本演題で本売ってても、はい、うん、あの誰よりも売れるんですよ。売れますね。売れるし、売れますし、自分の作品もちゃんとそこでちゃんとそこで、売っているし、なかなか売れていたし、おつはたがいればね。そうですね。まあ当日どういうことになるか分かりませんけども、まあふるってご参加いただいて、うん、だからまあでもあれですね、そういうこうなんか、ライターの売り込みみたいな場所っていうのは、うん、あまり僕いたことないからさ。いや応募もないでしょ。ないでしょ。だからどんな感じかね。猪木戸さんってこうあのいわゆるこう営業活動って言うんですか、はい、あの売り込み、うん、ライターとしてね、あの、はい、若い頃っていうか、はい、やったことないっす。ですよね。あのなんか要するになんか仕事をすると、ええ、あれを見てるんですけど、ね、あれは面白いのかなと思ってって電話かかってきたり、メール来たりするような、そんなんですよね、はい、大体僕もないんですよ。いやだからこういうのに来る大丈夫かな。俺はこういうのにね、こういうのにね、こう来る人ね、それだけでもこう言って差し上げたい。うん、うん、まあ来てどうなるものでもないかもしれないよけれども、うん、まあこんなものもなかったしね、僕らの頃は。こんなに売り込みに来てちょうだいみたいな、まあ なかなかなかったです、うん、そんな家の勇気というか、気力もなかったんですけど。スター誕生みたいな感じだったら面白いですけどね。スター誕生みたいな感じ。ただね、うん、僕が思う弱点は違います。猪木戸さん、猪木戸さんが思う危惧することには僕は割とそんなに危惧してないんだ。まあダメならダメでダメならダメで、ダメならダメで別にいいじゃないか。何ですか、北を取るの危惧する。つまりこうその人たち、つまりライターっていうのはさ、うん、文章書いてなんぼじゃないですか、うん、芸人じゃないんです。ああ、プレゼンが面白い。プレゼンが面白いっつってもその人たちが書いたものを何一つ読んだことのない状態でどういうふうに評価していけばいいのかっていうこのことですね。ああ、うん、それでもまあしょうがないですから。まあ目つきで決めるとか。ものすごいピンチですね、はい、このイベントね。ピンチですかね。なんかすごい素早く決まっていったんですけどね。大丈夫かな。うん、先輩になってきましたね。そういう風に言われるといちいち説得力が。なんかもうちょっと揉めないですかね。いや揉めるんじゃないですか。これは別に揉んどいた方がいいんじゃないかな。あ、もうちょっとね、わ、はい、かりました。じゃあちょっともうあのニフティ側にはカルカルのプロデューサーとか、うん、そういう人はもうこれで突っ走っていただいていいと思うんですよ、はいはい、もう現場はこっちのもんですから。現場はこっちのもんですよ ね、 こっちのですね、うん、始まってしまえば。なんでまぁ、あ、ちょっとこう、あ、俺なんかでも考えときますよ、あのものすごく考えときます。それこれ大丈夫です。何時間ぐらいあるのかな。2時間か、長いな。大丈夫大丈夫。何人ぐらい来るかによるね。あ、そうですね。だから皆さんこう、まあ、遊びがてら来ていただければ。でもね、あれですよ、あのライターになるとかならないとかいうようなね、うん、のって、うん、こういうのがドラフト1位なんですよ、うん、あの、ね、
ペロッとしたやつ。ペロッとしたやつ。だからあのレポで言うと、あのカルロス矢吹のポジション。そうですよ。そうですよ。本当に潜り込んできたみたいな。そうですよ。こうなんかジャッポーンってこうやってシュイシュイって言って潜り込んで。そうですね。こうなんか。あの感じがドラフト1位なんですよ。そうですよ。だからあの、まあ、僕の頃なんかは、うん、だからあの宝島がね、そうですね、そういう雑誌でいろんなこうなんか、うん、まあ、無名のいろんな人がごちょ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 、うん、まあ、いてね、いてね、うん、でそこでなんかとかね、そういう別にそうそのなんかそういう正規のなんか正規の就職試験みたいなもんじゃないですから。ないですね、ないですね。なんかやたらこんにちはって仲良くしてるうちに、うんうん、どんどん仕事頼まれちゃうとかさ、そういう、まあ そんなもんでしょう、ええ、なんでそういうふうにまあ利用していただければ、はい、こう、そうですよね。もうカルロスなんてなんかいても何とも思わなくなってきたかな。いても何とも思わなくなってきたね。というかカルロスっていう呼び方にも何も感じなくなってものすごい違和感があることですよね。カルロス道の向こうで、おいカルロスって言ってるような状況は変な状態ですからね、呼んでますからね。呼んでますからね、うん、だからそういうこう書き手にどんどんこのあの参加してもらってですね、うん、レポもほら今作ってるの4号ですけど、はい、一応これで1年間のサイクルを、はい、やって、次5号目からこう2年目に入っていくわけですね。そこにこうまた新しい書き手を欲しいんで、それをこう身の回りから探すんじゃなくて、うん、全然本当知らないところポンとこう出てきて、うん、っていう風になったらこっちも面白いんで。いや、それ面白いですよ、絶対ね。面白いです、面白いです。そういうの求めてるんで、はい、みんな遠慮せずに。で、あれですよね、こう、ライター講座みたいなもんっていうのは、まあ、そんなによく知らないんですけど、うん、どういう位置づけなのかとか、そういう、そういう学校なんかもあるんですけど、ありますね。やってもらう方がいい、早いですよね。そうですよね、もう教えるっつったってね。教える、まあ、教えて教えられるものもきっとあるのかもしれないけどさ、うん、ですけど、面白い人って、うん、まあ、僕なんかナンシー関ってそうだった。あ、はいはい、ナンシー関はもうほぼ最初に会った法政の二部の学生で、うん、関直美さんって人だったわけですよ、うんうん、まあ、僕の奥さん、はいはい、当時まだ彼女だった時の奥さんの友達だったんですけど、うんうん、会ってほぼ完成形ぐらいに面白いわけあ、本当、うん、ほぼ同じようなああいうなんかこうテレビの話をしてくれたり、はいはい、ハンコもまあ、はい、後にもっと上手くなったけど、うんうん、もう味はもうすでにあったりしたんですよね、うんうん、なるほどね。それでだけどそれがやっぱりやっていく中でどんどん磨かれていくっていう感じなんですけど、うんうん、だからほぼ原型、原でも見つかった時完成形に近いぐらいに、まだその力のコントロールがないだけで、うん、ほぼ面白い、もうすんごいなこの人面白いなみたいな感じだったりしたんですけど、だからそれはだって21とかでしょ、21とか2とかですよ、ね、学生だったら ね、うん、そういうもんですからね。だからまあああいう、うん、そういうもんですよ。その人に出会う可能性もまあ楽しみだし、はい、ああまあそうじゃないね、このこうだんだんとね、こうだんだんとこうキャリアを積みつつっていうのもあるし、はい、まあいろんな大体のこうそうだよね、そうそう、だから昭和が終わる頃僕たちはライターになったとか見ると、僕はそっちの方に親近感があるけどさ、ダメな、ダメなね、だからナンシー関みたいなもんって、うん、まあ一種の天才型のこうもうだからさ、うん、こう誰が高校から出たら150キロ、キロ投げてたみたいな人なわけじゃん。ほんの150キロいけるバーチーンみたいな、うん、なんで、ヒョロ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 っていう全力でスローボールを投げるみたいな、うんうんうん、こうなんかひょろひょろひょろ、うん、これで通用するのかなプロでっていうさ、うん、ええ、そっちも大事ですよね、うん、そうです、そっちも大事なんです、はい、まあいろいろあっていいと思いますけど、はい、でもナンシーさんなんかやっぱこうビジュアル的なものっていうのはまたちょっと違うのかもしれない、僕分かんないけどね、うんうん、まあでも書くっていうことに関してはなんかこう、まあ、いろんなやり方もあるし、だんだん面白くなっていく部分もあるんで、だんだん面白くなっていく部分はありますね。そうですね、あります、あります、そうですね、うん、なんて今が一番面白いもんな、結構、はい、今面白いですね、はい、まあ、フリーライター、まあ、ライター、ええ、
これはすごい多分チャンスですね。チャンスですよ、これ。このこれからこれからでここにこの日6月17日に、うん、この東京カルチャーカルチャーに来た人がで、割とあれですね、すごい人が混じってると。混じってます。あの時かって。そうだね、あの時か。あとで気づくんだ、はい、うん、って言われるようなね。そうですね、はい、まあ、こういうイベントもイベント多いですね最近ね。なんかイベントこんなにやる雑誌だったんだ。いや、そんなことは必死なんですよ、僕も。一生懸命、なんか何やっていいか分かんないんで、3ヶ月に1回だからね。まあね。エポ TV は毎週やってますけど、なんかこう、在庫もここにあるし。在庫もあるしね。在庫前にただこう、ぼんやりしてるのも、なんかね、ダメだなと思って。で、カルチャーカルチャーの場合は、こう、やっとこう、中央線以外で。ああ。っていうのがあるんで、ね、アウェーな感じで。地域的にはここは僕行ったことないですけど、どんな感じ、はい、そのちょっとおしゃれ風なところです、ね、人来る。いや、わかりません、ね、僕そうですか。1回ちょっと行っただけなんで。でも100人ぐらいは入るような。120ぐらいまで、ね、120人入れる、うん、それは結構ですね、うん、僕あの昔スカパーがこっち青海にあったんですよ、はいはい、もう今は違う、門前仲町じゃないや、東洋町に引っ越しちゃったんですけど、うんうん、懐かしいですね、このあの辺のなんかあの感じ。ああ、そう、なんかあのだからゆりかもめ乗るじゃない、うん、一回ぐるーっと無意味に回ってから行く感じ。ああ、あの感じ。そっかそっか。あのなんかトヨタのね、なんか建物とかやたらでっかいメリーゴーランドみたいなやつとかある、はいはいはい、あの辺ですね。あ、そうですね。まあよろしければ、金曜日の夜なんで、まあでなんか終わったら適当に飯食ったりね、なんかこうしてダラダラとやって、まあそっからじゃないですか。はい、はい、そっからです。5分間が終わって150人と飯食う可能性も残されますよ。いやいや、そんなそういう子向かい合ってじゃないですからね。ええ、そういうことで。まあね、ええ、まあこれでもちょっともうちょっと揉みましょう。そうですね、はい、ちょっとこう、はい、毎週毎週こう変化していくかもしれないですけどね。まだだって1ヶ月まだあるからね。そう、これはだってそれで4号の発売記念イベントでもあるわけですよ。発売、あ、そうなんだ。発売というか完成、はいはい、一応6月、発売は4号は6月15ですから。6月15。15ですから、発刊記念イベントみたいな感じなんですよ。そうだそうだ、ね、それを忘れてた、うん、まあいろいろ大変だな。レポまだまあ、今晩僕が書くのはこの DJ っていうね、いつもやってる。あ、それなんだ。はあ、そうですね。それはやっぱり最後に、はいはいはい、やるんで、それがつまり、作業工程というしては、はい、レポの第4号の最後に来てるってことですね。もう大詰めです、はい、大詰めです。僕と、まあ、いつもの山田ナイト、この2人が、はい、うん、控えておりますが、うん、まあ時間の問題というか、まあ、やんなきゃいけないんでね。それをやればあと印刷屋さんにぶち込んで、うん、うまく上がると、うん、間に合うということで大詰めですよ。もう早いもんで、あの僕はね、はい、雑誌の最後の作業とかね、うん、つまりこうなんか考慮、さっきのさ、さっきの原稿を送るんで言うと、うん、あの送信ポーンですよ、うん、はいはい、そういうなんかこうね、ダグマに目を入れるような、知らないけど、なんか、なんかあるんですか、これで。ありますよ。光量、光量ですよ。それは何をやると、まあ構成ですよね。構成するでしょ。構成はしますよね。全原稿が揃います。揃います。ええ、それはもう何、あの物としてあるの、それともこうなんか物ですよ。だからデータとして印刷屋さんから、うん、そういう、色光、色子、色聞いたことある。色子、色子、色子みたいなのが出る。青焼きっていうのはもうないの。青焼きはもう最近ないですけど。色子ね、ええ、はい。色子とか、まあ、文字工みたいな。文字工。それに僕らは香料院なんか押しませんけど、ね、押す人は押すの。香料っていうのがあって、そこにこうサインをするわけです。サイン。うん、まあ、ただ大体編集長とか副編集長じゃないですか。終わりと。それで印刷屋さんもそれでもう、あ、じゃあもう一切直しはないと、もうこれで印刷ですということで、そのサインを持って、サインを持ってですよ。まあサイン、今レポの場合はサインするのかな、
僕、氷を全部平和に任せてるまあまあまあ、ええ、まあでもそういうもんかもしれません。そういうもんです。一般の雑誌でも編集長は割とあの芸能担当で、芸能っていうか盛り上げたりバーッと行こうみたいなで、副編の人が全部そういうのを拾っていくっていう実務派のね、うん、いう雑誌多いですから。実際はだから光陵の喜びを、ええ、あの違うんです、誤解しないでほしいんですよ。僕がね怠けてるわけじゃないです。譲ってると解釈してる。譲ってる、うん、どっちが光陵の喜びをかみしめる男なのか。平勝ですね。明らかにそうですよ、はい、平勝さんですよ。平勝さんはだからそういう光陵印をバンと押すとかサインするとか、うん、まあまああるとして、タハーみたいな感じでしょ、うん、終わった瞬間にね、ジーン、なんかジーン、やっと終わったな、ずーっと痺れてる平勝が浮かびますね。そうでしょ、それはやっぱり一人しかだからなわけですよ、うんうん、まあ平勝さん、やっぱりここは譲らないと。ね、途中のだってやり取りとか、うん、ここを直して言いにくいこともいいね、うん、そこあってついにたどり着いた光陵なんで、うん、そこはそこだけヒュッと言って僕なんか雑誌作りは、そういうここがなんていうの、初めと終わりで言うと、うん、初めは何から始まるの？台割り作り。いやー、レポは違いますね。台割りはどんどん変わるしね。つまり全体のボリュームは決まってるんですけど、うん、その何ていうかパチンみたいなことは最初にあるの？最初は主審が笛を吹くようなことは。あ、キックオフですか、うん、そういうキックオフはでもありますね。僕と平勝の何や、いや何か始めるかみたいな感じですよ。始めるか始めるか、うん、平勝さんが締め切りを伝えるあたりですかね。あ、各執筆者に。それはまあ一つ確実、まあ、まあ言ったら主審ですからね、ええ、あの平勝さんは。それはそのプレイヤーに対して笛を吹く、うんうんうん、僕らの場合はその前にこのなんていうのかな、覚悟で新しい参加者というか新しく初めて関わってくれる執筆者の人に会いに行って企画の相談をしたり、そこから始まるわけですよ。こういうのをあの人にこういうことをやってほしいとか、どうも面白そうな人。そこはだからやっぱり編集人ですよね、編集者ですよね。そこはどうも面白いところですよ。ライター個人のとことやっぱ違いますよね。そうそうそう、ライター個人はあのそれを例えば何日までねって平勝さんからメール来たりして、まあ、自分のページのことを考えるんですよ、うん、うんってね、うん、うん、まだだいぶあると思ってそうまだやんないなんて思ったりしてそうそう、うん、ロープの反動が来るまで待つとか思ってればいいわけじゃないですか。それ全然違うじゃないですか。その、ね、あ、そうです ね、 すね。それもなかなかでも面白いですよ。あ、いや、こんな人いるよみたいな感じで、うん、で、あのでも一人で、まあ、この人に行きたいなと思うんだけど、一応こう、相談するわけですよ、はいはい、僕今度こういう人を見つけちゃったんだけどどうですかねって平勝チェックっていうかね、うん、あってそれでじゃあ頼みましょうかってなって、そうするとまあやっぱりいっぺんも会わなきゃなるんで、うんうん、どんな人なんだろうとか言って喫茶店で待ち合わせたりしてドキドキしたりして、そういう仕込みっていうか、うん、準備のとこが、割と僕の、持ち場、うん、もうピーってなったらもうあとはもう平勝主審のもとにゲームコントロールに任せる。こうやってこう頑張ってあ、でもさ、あのさ、このライター、公開ライター売り込みナイトもそうだけど、はい、あのトロさんが、はい、例えば、まあ、カルロス矢吹もそうだし、はい、まあ、いろんな人ね、あの雑誌で、うん、あの出会った人っていうかさ、うん、売り原稿送られてきたりして、じゃあ会ってみるかって言って、うんうん、正面でこうその、あるいはツイッターで言われててなんか面白そうなんで、うん、じゃあいっぱい会いますかみたいな、はいはい、生身で対決、はい、対決っていうか直面する、はい、あのこのこういう公開ライター売り込みナイトでも、うん、生身対生身、で、うん、一応こう対決、うん、なりますねになるじゃん、そこがないとさ、その機会っていうのが、うん、ないとやっぱり面白くないし、面白くないんですよ、面白くないし、その出会い頭でうっかり面白いことができちゃったり
の方がなんか弾みでね、うんうん、その方が、僕は好きっていうか、まあ、そういうことがやりたくてやってる部分もあるんで、うんうん、だからそのバランスの問題なんで、うん、かといってそんな出会い頭ばっかりでもヘロヘロになっちゃいますから、それだけやってりゃいいね、大変だね、猫だけを作ってりゃいいんだったらやるけど、うん、それはやっぱこうなんかこうミックスなので、うんうん、でも、まあ、でもまあ自分のライターのキャリアで考えて、うん、長年ねそんな、はい、いやあでやってってばっかりだとヘロヘロになっちゃうんですけど、ええ、その出会い頭が時々不用意な、ええ、なんかそれのおかげでものすごくいろんなギュッと引っ張られて、うんうんうん、住むような感じになったり、そこはほとんど決定的な要素でしたよ。あ、そうだよね、そう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 ですよね、あれはなんだろうね、はい、こうな何なんですかね、昨日もちょっとそんな話をね、はい、してて、昨日ね、ちょっとまあ地元の話になっちゃいますけど、すぐそばに金野書店さんという新刊書店が、はい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 、その金野書店さんが今度200メーターぐらい移転する、駅の方に200メーターちっちゃい移転ですね、駅のずれていく、はいはい、まあ駅のに進出していく、はい、にあたり、うん、まあちょっとせっかくなので、そういうちょっと、まあ、まあ、ごく普通の本屋さんなんですけども、うん、まあ、西荻にゆかり の著者とか編集者とかがこうセレクトした棚みたいのをちょこっと作ってみたいなと近藤さんが考えて、はいはい、声かかって、まあ、飯でも食いましょうよということで集まったんです、うん、で、ね、僕と穂村博、はいはい、穂村さん西荻、はい、平松陽子さんも西荻在住で、はいはい、あとはまあ編集者の人とかで、はい、こう飯なんか食いながらね、うんうん、西荻話 みたいのをしてて、それで、でもこう、まあ、最初は非常にぎこちなくこう初対面だったりして、まあはい、ね、してるんですけど、だんだんこう、こうなんていうの、まあ、共通のこう、あ、ここな、このポイントで、うん、この2時間、うん、このポイントで俺たちいけるんじゃないみたいな、この、はいはいはい、のがだんだん狭まってくる感じがあるじゃないですか。でまあそれがまあまあ西荻の話題なんですけどね、細かい、うんうん、細かいことなんですけども、うんうん、でそれがまあ一つあった時に、で本屋さんで今度じゃあ棚作りをやろうっていう、まあ、本日の目標みたいな近藤さん的な目標があり、うんうん、それからこう西荻のさまつな話があり、でそこがこう、まあ、最後のもうそろそろお開きかみたいな5分10分のところでキュッ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 とね、うん、全然さっきまでの話題と変わっちゃいましたけどね、うん、ちょっと面白かったら思い出したんで喋ってるだけなんですけど、こうキュッ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 とこうなんか皆さんの、うん、このなんていうんですか、この、おきつね様じゃないあんな感じのコンコン様みたいなあるじゃないですか、こっくりさんですか、こっくりさんですね、はい、こう皆さんがこうまとめていこうみたいなこう、うんうん、あ、そうそう、ね知らない人と、まあ、ご飯食べんでもいいし、ね、まあ、ご飯食べんだろうな、知らない人とただ喋るっていう状況は割とありにくいので、うん、初対面の人で、うん、なんか一応その、まあ、僕の感じで言うと、ね、ゲームを一緒にモノポリーとかー、はい、ゲームをやるような感じに似てるんですけど、ね、ご飯食べる、知らない人とご飯食べる、まずルールルールね、遊びをどういうルールで行くかとかいうのがさ、はい、うん、を探るわけですよ。そうなんです、会話のポイント、そうそうそう、中心線をどこにするとか、そうですね、センターをどこにするみたいなのがだんだんみんなの中で浮遊しふわーっと漂ってるやつで、だいたいこの辺かもしれませんよね、うん、皆さんみたいな感じにまとまっていき、うん、そっから割と、まあ、ある種ドライブしたり、うん、まあ、なんかぎこちない感じで動き出して、うんうん、最後ギュッと集結するようなね、そんな、はい、みんなでゲームのルールを一緒に作って一緒に遊ぶみたいなことじゃない、うん、一緒にご飯食べるのってある種その都度新しい料理が来て、うん、これについてどうだとかね、そういうとこ面白いよね、いろんなジャブがね出てきて、うん、はいはいはい、でもみんな、まあ、この書店さんのために集まってるわけですよ、うん、そうだね、お呼ばれしてるわけですよね、うん、はい、だからお呼ばれした分はお返ししたいっていうか、そのもちろん協力するってこととは別に、うん、この場を楽しく、うん、いい一夜にしたいなっていうのはみんな共通のものがあるんですよ、うんうん、それは何なのかってね、うん、で最初は皆さん出版業界の人なわけだ、うん、
なんで無難なところで、まあこのその業界話みたいなことになるんですけど、これはみんなはっきり言って口が動いてるだけです、はい、ね、うん、つなぎです、うん、パスパスパスですよ、うん、そこでこうでもそこでこう探り合いがあって、うん、で穂村さんなんかそんなおしゃべりじゃないんで、うん、穂村さんじーっとしてて急にボソッとかなんか言ったりとビクッみたいになって、うん、穂村が何か言ったみたいになって穂村何言ってるおかしい、うん、で編集者の人って割とこう敏感な人多いから、うんうん、でそれに合わせてまたこうグフッとこう流れが変わったりしてね、うん、なかなかね、うん、最後の10分ぐらいがなかなか面白かった、うん、すいませんまた今日も話題がというか前振りだけで1時間みたいな感じに、いや今日はいろんな話あの実践的な話もありましたし、ね、イベントの告知も実践的な話っていうかいかん、はい、問い合わせですか、はい、創刊号から定期購読した人にはご号以降のお知らせが来るんですかっていう、創刊号から定期購読した人はつまり1年間、はい、ぐるっと1回回ったわけですけど、はいはい、その5号からの2年目のお知らせは届くのかどうか、もちろんでも振り込みますっていうありがたい、あ、そうですか、あ、もちろんそうです、で、ね、創刊号からってことは9月からです、去年の9月から始まってます、はい、レポそしてちびレポちびレポレポみたいなこう流れなんで、うん、今年の8月まで6月で4号出ますが、うん、7月も8月もちびレポが行くわけですよ、そこで一応1年そうだそうだ、うん、終わり 一周じゃないよまだ、まだちびレポ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 そのラスト2回のちびレポあたりでこの涙のお願いみたいなのが来る、なるほどなるほど、そこでやっぱり継続してほしいんでね、もしよかったらということで、それはもちろんやります、やります、ぜひ皆さんぜひ2週目もお付き合いいただきたい、ここがねポイントなんですからね、こういう雑誌のここは大事ですよここは大事ここはみんなちょっと油汗ちょっとねそうですよ、どのぐらい続いてつないでくれんだらだそうですよ、これ経験したことないんだこんなことですよね、このよくわからないじゃないですか、よく投げ込みチラシなんかってある、あるじゃないですか、あれでこうだいたい 1% か 2%の問い合わせが来ればいいみたいな、なんとなくこうあるわけですよ、常識みたいな、でこういう雑誌の継続みたいなそのものに関しては何も知らないんで、こう考えようによっては、なんか 20% 10人に2人ぐらいしかまた継続してくれないのかなと思う瞬間もあるし、いや8人ぐらいは夏の終わり頃僕たちこのレポ TV でものすごく元気ないかもしれませんよねうん、そういう可能性もあるわけですよ、トロさんって1年やってきたけどさ全然来ないですねって言ってる可能性もありますよねありますよ、うん、あるんです、スリリングだ、ええ、そこは読者から審判を受けるわけですよね、うん、俺は自分で書いたり作ったりして、はい、面白いよ面白いよって言いまくって吹きまくってますけどはい、はい、これがどうなのかってことは、うん、一番その審判を下すのはやっぱり創刊号からの人なんです、どうですね、完全な信用買いというか、そうですそうです、その意気込みにかけて、うん、心意気に免じて申し込んであげるよって人がかなりいたわけだ、うん、2号目からの人ってのは1号を見たり、うん、噂を聞いたりする可能性があるん で、ね、はい、やっぱり創刊号からの人の反応って僕もすごいね気がかりなんですよ、分かんないからね、あとね僕ね考えたんですけど、はい、あの読者のうちに行ってレポ TV やりませんか、うちに皆さん家庭皆さんは見てるでしょ、はい、うん、見てるんですよ、うん、そこに現物が来るんだよそれはいいですね、出前ですね、出前です、完全なる、でそこですいません今週は神奈川県の旗野市にやってまいりました、旗野市にやってまいりました全然普通の部屋の中だからもう何にも分かんないよ、夜中だし10時だしさ、受験生の中村君の、うん、あの勉強部屋からお届けします、はい、あんまり大きな声出すとあのなんか寝てる人がいたりさ、そういう、あ、なるほどね、そういうのも楽しいです、ね、見てる人、読者のよくあの落語家とかね、あの出前寄せとか言いますけどやってますよね、はい、なんかそういう、あ、それはまあ面白い、それやりたいんですよね、ああ、そ
それでそのちょっと福島のお話なんかも、あ、ラジオ福島に、我があの技術の今、吉岡さんが、技術の吉岡さんがラジオ福島にの仕事でラジオ福島に行くので、7月に、7月に行くので、うん、ちょっと一回休ませてほしいって、うん、今日先ほどさっき申し出があったんですけど、吉岡さん、それだったら僕たちもラジオ福島に行きますと、一緒に行きますと、でそこでレポ TV やりますと、そうです、だから技術の人にあの僕ら出演者ついていくっていう、ね、そうですね、だからまだラジオ福島の OK 出てないんで、出てないですけどね、この逆転現象ね、逆転現象ですね、ついにチーム吉岡になったの、そうそう、吉岡の動くとこにみんなが動くっていうさ、そうすると吉岡さんも休まずに済むし、僕らも休まずに済むし、まあ、しかも福島だからいろいろねお話を伺えるだろう、そうです、まあ、有意義なひとときは持てるのではないだろうかと、いうような感じで、ああ、そうですね、はい、まあ、うん、まあどうなるか分かりませんけ ど、ね、そういうこともちょっと機動性を持つのもなんかいいんじゃないかなって思ってます、そうですよ、はい、本当そうですよ、いや、そういうなんかほら、なんか晩飯食べに行くテレビとかあるじゃないですか、隣の晩ご飯的な、ああいうのもそれが面白いんだもんね、こう、面白い面白い、そのなんか部屋の佇まいとかこう映り込んでる洗い物とかそこに行くっていう感じですよそうですね、そこにこうギューッとこうね、ええ、それは僕ね今言われるまで考えてなかったです、ここに例えばもう、まあ、時々ね、はい、もう来たい人は来てくださいと、うん、やるのはたまにはいいかなと思ったことあるんですけど、うん、その逆はね、なんかさ、ええ、その人ん家行って、うん、オンエア始まるまで僕とトロさんが寝っ転がって、人ん家ですよ、テレビとか見てね、テレビ見たり、そこにあった漫画こう読んでたりするさ、動物のお医者さんかとか、これ読んだって言ってさ、こうやって読むような感じ、楽しいんじゃないかなと、そうですね、奥さんかなんかとちょっと世間話したりね、お邪魔しますみたいな、そういうのも多分、結構本当に行くと思いますんで、そうですね、まあ、うん、生でもいいし、まあ、収録でもいいですよ、まあ、ちょっと夜10時だと遅いっていうのは、そうですね、申し込んでください、うん、そうです、なるべく実現させて、なるべく実現させて、一回やれば僕らもう二度とやりたくないとか言うかもしれない、言うかもしれないし、でも味を占めるかもしれない、そうです、一回やってみないことにはこれ分かんないんで、味を占めてそこんちに何度も行くかもしれませんそれは分かりません、そうですね、はい、それぐらいのことは起こり得ますね、起こり得ます、ええ、その呼んでくれた人が残業で遅くても別にもう奥さんと仲良くなってればいいわけですからそうですね、ええ、その通りです、そうでしょ、やってる間に帰ってきてもらえばあ、そう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 、ええ、そうですよね、はい、あるいはそこんちのお母さんと仲良くなってれば、そうです、そういうことです、子供でもいいんです、はい、昔あの仙台で話したように加瀬の庭にね成り行き場を止めてもらったような、うんうんうん、ああいうのってやっぱ面白いんだよね、面白いですよね、そういうのはあ、さ、トモさんさ、話違うけど、うん、中学とかそのぐらいの頃に、うん、友達ん家のお母さんと仲良くなって、うん、そいついないの分かってんだけど遊びに行くみたいな、僕にはいました、阿部君という友達、阿部純一っていう、はい、お母さんちょっと綺麗だったりして、お母さんね、そんな綺麗って感じじゃないんですけど、お母さんちょっとハイカラな人でした、はい、うん、もうなんかむしろ仲良くなったり、そうですね、もうどんどん上がり込んで、その感じをちょっと今思い出しました、あ、そうですね、それってあったな、よく阿部君家には泊まりました、それで泊めてもらって、二段ベッドがあってね、そこに泊まってきなさいよとか、お母さんがカレー作ったからとかだからさ、そいつ友達いないんだけど、うん、もうお母さんとか知ってるし、うん、上がり込んで、勝手にレコード聴いてたりさありますね、ありますよね、ありますね、あるいは自分が帰ってくと、うん、もう友達がレコード聴いてて待ってるみたいなありますね、もう何やってんだみたいな時あります、ね、うん、あります、もうかなんかペヤング食ってるみたいなそうですね、それぐらい人のペヤング食ってるぐらいのさ、そのなんかそういう、でもうちがそうなったってことはないんだよな、あ、そうですか、だから人そういうやつっているんですよね、なんかこう、あ、たまり場になる、たまり場になるうちみたいな、ね、うん、そこで確か言ってましたね、うん、西澤くんってのもいたな、西澤くんね、うん、まあ新しい西澤くんや阿部くんでしたっけ、阿部くんですね、阿部くんは君です、そうですね帰りませんよ、なかなか
じゃあ終わりましょうか。そうですね。もう結構ね、11時15分ぐらいですから、はい、今日も楽しかったな。あ、そうですね。でポッティービー、今日は日ハムを勝って、今日はね、あ、勝ったんですか、横浜。僕途中で、山さんで、あ、勝ちましたか、うん、何スタっていうんですか、ハマスタから、え、横浜スタジアム、で5回裏まで見て、それで試合球場を後にしてここに向かいます。そうですよね、はい、そういうことで、まあ、日ハムも勝ったし、ポッティービーも面白かったし、面白かったです、さあ終わり、終わります。榎木戸一郎さんでした。どうも、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。この唐突な終わり方はい。